おお。あの人なんかあんまりよく分かってないような感じでしたな。あ、そうなんですか。あ、じゃあ直接知らない人だけども収容を頼まれたんですか。いやいや、あの、いや、まあ、もちろん本人からではなくて、あの、図書新聞というところで収容を頼まれて、あ、そうそう、ちょっと読んだんだけど、入ったのが入った。あ、そう、なんかずっといろんなの引用で解説うん、そういう感じの本ではあるので、読みやすいことは読みやすいけれども、うん、まあで参考になるところも確かにあるんだけども、ね、なんかあの最近宇野邦史さんの本とかも出たし、いろいろで、なんで、まあ、ちょっとね、宇野さんのをまだ読んでなくて、あれが気になってるんですね。ただ多分同じような感じじゃないかと思いますよ、この感じだと。なんか、この前あの御三人の定談のやつ文字起こしながら、ええ、やっぱ思ったのが、結局対マルクス主義の契機が取れないと、その理論の論文が出てきて、あ、それは確かに資本論の理論体系に対して、じゃあどういう感じだかっていう、そういう教養がないと、なんか全然違うところに、渡辺さんもそうなんだな、例えば原理とって人は何かで、自己表出を交換価値とし、C 表出を使用価値としていると。でそれがまた逆転をするって言い方をしてあるんだけれども、実は本当は逆転してないの。でそこを逆転して、自己表出が使用価値 でその C 表出が交換価値だというふうに言論にとって人は何かを読むと、これは決定的な誤読になってしまうと僕は考えている。やっぱり自己表出は交換価値と見なければいけない。そうしないと自己表出が、自己表ストレートな自己表現みたいな理解にやっぱりなってしまう。あのそれとあとやっぱり状況への発言なんか見てても、吉本さんが常になんかこういった人ってやっぱマルクス主義者で、そうそうそう、やっぱりそこの理論の問題、そこで自分はどういう理論を立てるかっていうのが見つかり合いである。そうなんですね。そこで、まとめていい？それで交換価値として渡辺さんっていうのではなくて、うん、なんと、うん、だから結局ね、やっぱり自己表出論者っていうか、自己表出主義みたいな言語にとっては人は何かで、あの前回の話で、まあ、今日も話が続くんだけど、言語にとって人はこれ表現定義論のところを読んでもっとはっきりしてくるわけだけど、問題はむしろ C 表出なんですよ。C 表出の側から自己表出でどう返ってくるかって、その回路の方がずっと重要なんだけれども、やっぱりみんなどうして自己表出っていうところに行っちゃうのかな、ストレートにね、すぐね、媒介なしに自己表出行ってしまうっていう。でも実感的にはなんかそっちに行きやすい、それはそう、感じはもうわっと出てくるわけだし、あの変化って上で出る、でもね、まあちょっとだけれども、言葉って不思議なもんでしょ、うんうんうん、言葉って自分の言葉って言い方をするけど、言葉って自分のものですか、ではない。もし言葉が自分のものだったら、我々言葉を勝手に作ることできるはず、うんうん、でも我々言葉って作ることは絶対できないわけですよ、うんうんうん、まあもちろんね、造語っていうことはないわけではないけれども、原則として言葉を作るということは不可能です。にもかかわらず、なぜ私の言語って言えるんだろう。これを考えない人はね、僕やっぱりダメなんだと思う。言葉について考えてないと思う。で、自己表出論をね、ストレートに受け止める人は、みんな自分の言葉は自分の言葉だと思っちゃってるんだけど、でもそうじゃない、自分の言葉って言ったって言葉は作れないんですよ。その意味では必ず言葉っていうのは他者の言葉、うん、関係の中でしかない。そうそうそう、そう、これはやっぱり構造主義とかが抜けてるとかするの、うん、でそこのところはマルクスの問題でもあるわけです。マルクスの交換、うん、あの交換論の問題でね、うん、交換があるからこそ交換価値っていうのが出てくるわけだから、そうそう、だから非常にあの極端な言い方をすれば、主体とか自己っていうのは交換の、事後的な効果に過ぎないっていう見方もありうるわけです、はいはい、マルクスから言えばそうなるわけです。個人の自己とか私っていうのは、実はさまざまな無数にこう錯綜し合う交換関係の効果として自己的に生まれてくるものに過ぎないと。先に自己があるわけですよ、あって、それから交換が行われるんじゃなくて、交換がまずあって、交換の効果として自己とか主体とかっていうのは生まれてくるんだよ、というふうに思うと。なるほどと思うけど、うん、あの、その前とかなんかのあれを
言うとさ、逆だって言ってんじゃないですか。これは吉本さんの疎外論はそういうふうに僕は読まないとダメなんだと。あ、ちょっとでもそうなると、うん、その後の例えば組織とかなんかの話とうまく全部繋がってくるわけですから、ね、そうじゃないとなんか、うん、そこがどう繋がるんだろうとかなんか なんか吉本さんが晩年にコミュニケーションとして言語をやったら否定してる発言になって、うんうん、あれがそのなんか関係あるのかなと思う。コミュニケーションをね否定することは否定することはもちろんそれはそれで私的言語としてねあり得るわけで、でそのことは今言ったことと実は全然矛盾しないわけですよ。例えばね、ヨーロッパの文脈で考えたときに言語においてね、最もこう言語の私性っていうか自己性みたいなのを否定しながら、しかし最もコミュニケーションに対しても否定的であった文学者がいるわけです。僕はね前から気になってるのはこの人とやっぱり吉本さんの言語、吉本さんはね彼に対してものすごくずっと深い関心を持ってた。それはブランショなんですよ。この間も話をしてた。でブランシュの場合はその吉本的に言えばその自己表出が決してしたいとか自己というものを前提にするところから出てくるものではないと、むしろ自己とかしたいとかっていうものを最もラディカルに否定しているのがあのブランシュのエクリチュールっていう概念だと、非認証性になるんですよ。あのブランシュのエクリチュールって徹底的に非認証なもので、私っていうものも彼もあなたも誰もいない、認証なんかどこにもない形であの生成するあの言語っていうのがブランショの言うエクリチュールなのか、そのエクリチュールは一方においては徹底的にあのディスコミュニケーションになる、ね、コミュニケーションを否定する形で出てくる。あのコミュニケーションの否定とあの自己性の否定というのは決して僕は矛盾しないんじゃないかと思って、僕はそういうラインの方で読んだ。だから今ちょっとあの宇野さんのあれが出たせいもあるんだけど、一つは吉本対ブランショという問題とね、それから前々から気になった吉本対スピノザね、だからもう一つが今ちょっと気になりつつあるのが吉本対ブルーズね、この3つをちょっとね型をつけたいという。これとこれ21節か。でね、これは数字のはずだと思う。これと違う問題です。これとこれ違う。これこれ21節。宇野さんとブルーズは好きですか？いや、だって宇野さんブルーズ訳してるでしょ。ミルプラと訳したのもさだし。いや、そのドゥルーズの専門家である宇野さんが一方で吉本論を書いてるところが僕は面白い。ああ、なるほど、なるほど、うん、僕もそう思って珍しく買ったんだけど、結構そういう感じじゃない気がしましたね、うん、なんか普通の吉本論と同じような感じだった。あ、そう、あの勢い込んで書いたんだけどみたいな、やっぱうまくいかなかったわみたいな感じで、どうもどうもありがとう。ちょっと今回はあるそうご愛したら直接言語にとって見ては何かではないんですけれども、ちょっとね3年ほど前にドイツにいた時にドイツの学生に話をするための資料として作ってだね、ドイツという場所で日本についてね語ると、うん、そう、しかもドイツ人を相手にね語ろうと思って書いたと、もうね、ありましたみたいなもんで、フランスにおいて日本を語る、でそうそう、それから金谷浩二が日本近代文学の起源書いた時もそうね、あのコロンビアでアメリカ人の学生を相手に明治文学について語った内容が元になってる。やっぱりね、ちょっと日本にいるときはなかなか気がつかないところが見えてくるっていう面はあるような気がするので、で、まあこれ、体にからの影響もあるから、あんまり本当はあれかもしれない。でもね、ちょっと今日一つ気になるところがあるんですよ。じゃあ、今日関連するお願いします。はいはいはい。はい、ようやく表現定理論になってきて、気合が入ってきて
もうちょっとね、今日もあの朝からずっと授業を4つやって。そうなんで、よくやるエネルギーがある。感心しちゃえ。思いますね。いや。でもこれ慣れたね、もうあの吉本以来だから、吉本通貨以来だから、10年来ずっとそれが続いて。いつも水曜ですよね。そう、いつも水曜だよね。水曜は必ず 4個の授業があるから。まあでもなんとかなるでしょう、頑張って、終わった後のビールを目指して頑張りますということで、今日はあの表現定理論第4章の表現定理論の、3になるかな、3舞姫、風流美人蔵、このところで、で前回あの当世諸生かたぎ坪内逍遥の小説、当世諸生かたぎ、とそれから双葉鉄四面の浮雲を中心に、まあ、時期的に言うと明治20年代、ちょうど日本の、まあ、まさに近代文学の夜明けの時代と同時に、ある大きな変化というものが日本の文学の構造の中に、現れ出た時代で、そこのところの問題がこの間の書いたちょっと図をもう一回再しますと、これこの図をもう一回、まあ、ある意味では関わってくると思うんだけれども、例の図ですね、あの縦線に自己表出、横線に新表出というこの2つの、交差の、まあ、ここが表現の平面ということになるわけだけれども、僕の理解ではこの明治の初期に起こったのは今までまあいわばこういう形で結ばれる、これが江戸の表現空間だったと。というところで江戸の表現空間というものがあったと。ところがいきなりこちらというよりはこちらの側で西洋というあの新しい要素が持ち込まれたわけですね。差し当たってこの西洋という要素は言語表現の構造から見ればこれ C 表出のラインの側に現れたというふうにこれは考えざるを得ない、まあ、つまりこれは非常に具体的な現実の中における西洋の文物文化の移入、まあ、それに伴って当然西洋の文学ももちろん入ってくるという形で、したがってここに新しい、ここでこの江戸の C 表出のライン、これはとりあえずはもちろん この江戸の C 表出ラインにおけるあの江戸の言葉っていうのはある種の言葉の規範性として現れたんですね。この規範性はあの定型に支えられてた非常に強固だったと、まあ、この規範性はあのもちろんこの自己表出文学体の側にも結びついてるわけですけれども、とりあえずは江戸の場合でいうとこれが非常に大きな意味を、ところがここに新しいこういう西洋という C 表出の新しいラインができた。そうすると当然これには まだ存在しないけれども点線でしか、つまりこれはまだ創造的なものでまだ存在しないラインなわけだけれども、この新しい西洋という C 表出のあのポイントに対応する自己表出のある、ポイントというのが想定されるはずだということになりますよね。しかしこの自己表出のラインというのはいきなり上がるわけではない、いきなり上がるわけではない。つまりはっきり言えば一番最初はおそらくこうだったはずなわけですね。
でこれは形の上では形の上ではこういうふうにいったものがここと結びつくと、つまりここのライン、自己表出のこのライン、つまりかつての江戸の市表出のラインに対応する自己表出のラインというものを超えられない形で西欧というものを自己表出のラインで受け止めたものは、結局言葉の形としてはここへ戻らざるを得ないという、でそれが前回の読んだところで言うと、例えば金垣露文なんかのケース、いわゆる下作者、下作文学の世界ですね、明治初期の下作文学の世界っていうのは、要するにこういうこれが江戸の下作文学の世界というふうになるんじゃない。だからここでは変わってるものは西洋という、まあ、いわば話題って言ったらいいか、素材というか、そこのところだけは変わったけれども、文体それから自己表出の水準、そういうところでは何ら変わってないと。でそれに対してこの西洋からのから何らかの形でこういうふうにラインが最初、まあ、ここのところが、ここのところが、これが下作のライン、これが下作のラインなんです。これはどうでしょうね。このところは僕は翻訳とかそれから政治小説ということになるんじゃないかなと思う。いくらか下作のレベルに比べると自己表出のラインは上がった、ある程度は上がった、十分な形で上がってるわけではないけれど、しかし依然としてこれもこういうふうに上がってるんだけれども、こことのつながりが強いためにここへ戻っていこうとする傾向というのは非常に強いと。でここのところからこう、でここが大事なんです。こういうふうになった時に初めてこういうふうに上がったわけですよね。決定的に上がったのは、でこれがえ、商用ってどこやったっけ、なんか字忘れちゃった、まあ、ちょっとすいません、すごい商用、当世諸聖歌劇が持ってた意味というのは、この西洋のものをこういうふうに上げる、そしてえ今日の、ここから今日の話につながるわけですけれども、この上げる時に働いているのはこのラインなわけですよね。こういう動き方、こういう動き方である。でこれは何かっていうと、画体から文学体への上昇だったわけですよね。画体から文学体へと上昇する。でなぜ話題から文学体の上昇という形でこの時期進行したかっていうと、さっき言ったように、とりあえずは西洋からの衝撃というのは一つのそのトピックというか、現実的なトピックとして、つまりテーマなり主題、まあ、テーマなり素材なり、そういうレベルで入ってきたということが大きいと思う。逆に言えばこれは今日の話ともつながるわけだけれども、いきなり西洋の問題というのが文化そのものに対する内在的な理解であるとか経験であるとかっていったようなものとしてね、入ってきたわけではない。さっき山賀さんが言ったあれで言えば、いきなり森アナウンサーみたいにやれるわけではないという。で森アナウンサーみたいな需要の仕方っていうのは、ずっとある種の積み重ねの上に初めて可能になる。でも最初はもう、あら、何これみたいなね、何これみたいなね、感じの世界として、おそらく性は現れない。ということはこちらで。そうすると、そこのところには当然、話題が結びつくしかないわけですよね。つまり、文学体は、ある種の規範性によってガチンと固められていて、ある種の自己表出の水準と結びついて、こう非常に固く固められた形である以上、そこではもう新しい素材が入ってくる余地はないわけですよ。で話題、下作体も含めた話題の緩やかさというものを通してしか
おそらくこの時期の、西洋の需要というのは言語上は不可能であった。でここから出てくるのが、これが僕は原文一致という問題になっていくんだろうと思います。ただ原文一致というのは厳密に言うと、ここで吉本さんが言ってる表出詞の枠を超えてしまう問題を含んでるわけね。原文一致っていうのは一言で言うと、写実なんですね。リアリズムである。これはまあこの間も言いました、リアリズム。原文一致が目指しているものはリアリズムありのままにということで、でここには当然明治維新とともに新しく入ってきた西洋の文化の、あれまあ文明といった方がいいかな、文明の一番中心に位置していたサイエンスの問題、科学の問題があったはずだと思うんですね。科学的認識というもの、新しい西洋の文明というものを受容するためには、その当然、学問が必要になってくる。この場合新しい学問の中心に位置するのはもうまさにサイエンスなわけです。で原文一致というのは文学におけるサイエンス運動だと僕は考えていいんだと思います。ただこの文学におけるサイエンス運動、写実運動としての原文一致というのは、この時期途方もない困難を抱え込まざるを得なかった。一つはこれは双葉邸の浮雲にも現れている問題だけれども、原文一致リアリズムというものを表現するのは必然的に和体から文学体へという運動、つまり支持表出の側から自己表出の側へとせり上がっていくという形を取らざるを得ないんだけれども、いかんせんそれをやるための具体的な素材がない。この間も申し上げましたけれども、坪内逍遙に浮雲を書くにあたって、つまり原文一致の文体を模索するために浮雲を書こうとして双葉邸が相談した時に、坪内逍遙から勧められたのは落語の文体だったわけですよね。つまり和体の素材としてここで双葉邸が使えたのは落語ぐらいしかなかったという、逆に言えばね、それぐらいしかなかった。で落語の文体っていうことになると、前回も触れましたけれども、ここで引用されてますよね。延長の落語の一節が、神経重ねながら口の、まあ確かにこれは和体であることは間違いない。しかしこうした和体の文体でこの新しい自己表出へ向かう、つまり新しい自己表出へ向かうということは新しい文学体を作るっていうことでもあるわけですよね。書き言葉、文学体を作るっていうことを意味するわけでもあるわけだけれど、今ここで延長のような文体、落語の文体っていうものを使って新しい自己表出の水準というものを切り開き、それによって文学体の新しいスタイルを作るというのはものすごく大変なことで、で実際浮雲は失敗したというふうに双葉邸は自覚をして、これは今日ちょっとお配りしたところにも書いたわけですけれども、最初の日本近代日本文学史の展望という方の2ページ目の、まあ、この辺りで原文一致の問題ちょっと触れたんですけどもね、そもそも原文一致というのは坪内逍遙が主導したってこともあるんだけれども、演劇改良運動から始まるんですね。伝統的な歌舞伎のような演劇の枠を超えたより写実的な
西洋リアリズムの演劇というものを日本にもたらそうという運動とともに始まった演劇改良運動で始まった。まあそのあたりちょっと書いてあるんですが、しかし、その、下から2つ目の段落ですけれども、しかしこうした演劇改良運動、あるいはその背景にある原文一致運動はすぐに岐路にぶつかると。でフロイトによれば、フロイト風に言えばこれ抑圧されたものの回帰と。つまり新しいこういう形でこの話題からこれへと上っていこうとする運動というのは、このこちらで出来上がっているのは、ここを舞台に出来上がっている、これ自体は確かにレベルとしてはここまで、ここを見た目からすると非常に遅れているものであるんだけれど、それだけ非常に強固な、でこれをまあいわば乗り越える形で こういうものをやろうとした時に、んだこの側からこれを突き崩す運動が起きてくる。というよりも運動というよりも、もっとおそらく非常に感覚的なものだったと思うんですね。やっぱりこんな言葉では表現していることにはならないという。どういうふうに実感できたわけですか。多分そうだった。この歌舞伎の言葉とか、うん、江戸の言い方だと表明しきれないものがあるにもかかわらずね、あるにもかかわらず、じゃあそれを新しい表現を求めて、例えば落語なら落語の話題というものをベースにして新しい原文一致の文体を作ろうとしても、その言葉はうまくいかないわけですよ。感覚的に言うと多分ね、あの双葉亭なんかやっぱり落語の文体でやろうとしたって、結局うまくいかないっていうのはどうだろうな、あの例えば粗野であるとかね、下品であるとか俗であるとかっていうふうな自己認識が当然出てきたと思う。こんな文体で自分が考えていることを表現することは到底不可能だっていうふうに。だからあの結果的には確かに浮雲は画期的な作品で、一応この壺打ちからしてこういうふうな、でここへ押し上げたものを、まあどういうふうに書いたらいいですかね、さらにこういう形でこう書いたのが、これが双葉亭だと、双葉亭だとで僕は思うんだけれども、ただこれを支えきるものがなかった、支えきるものが双葉亭の中にはなかったということなんだと思うんですよ。だから双葉亭は浮雲における原文一致の試みを失敗と自己認識して小説の筆を折ってしまうわけですね。もう、双葉亭はこの浮雲を書いたのが、何年だったっけな、浮雲が、浮雲は明治20年ですよね。明治20年に浮雲は書かれて、同じ年にあのもう一人の原文一致論者であった山田美妙の武蔵野も明治20年。だから明治20年っていうのは原文一致運動の一つのピークだったわけですね。ところがこれがうまくいかない。それであの浮雲以降、双葉亭はあの小説を書くのをやめて、まあ、翌年はあの有名なツルゲーネフの相引きの翻訳を出すわけですね。そして、双葉亭が再び小説を書いたのは何年だったっけかな、随分後になりますね。あの平凡っていう小説を書いたのが何年なのかな、すいません、ね、昨日印をつけておいてもらって、どこで行っちゃった。お実にあの双葉亭が再び、小説を書いたのは、明治39年ですよね。だから約20年、明治21年に書いて以来約20年双葉亭は小説の筆を折ってしまう。再び書いたのは面影が明治39年、それから平凡、まあ
まあ、客観的に見て二葉亭の最も優れた小説っていうか代表作がこの平凡っていう小説だと思うけれども、これが書かれたら明治40年なわけですね。実に20年後という。じゃあそこで何が起きてたかっていうと、そこに書いたんですけれども、今日のテーマでもあるんだけれども、森鴎外の文語三部作の問題になるわけです。舞姫、それから歌方の木、それから文遣い、この三部、これは初期の鴎外の、まあ、やっぱり代表的な傑作であると同時に、当時 の 原文一致以後の文学状況というものを考えた時に極めて象徴的な作品であった。でそれはまあここで僕はフロイトの言葉を使って抑圧されたものの回帰と言ったんだけど、ここで抑圧されたものって何かっていうとこれなんですよ。この江戸の表現規範の世界、江戸の表現空間、つまりこの定型をベースにした非常に規範性の強い江戸の表現空間、言語空間というものは、この 原文一致運動によって徹底的に抑圧されたわけですよね。こういうものはもう時代遅れで時代に合わない、こんなものはダメなんだという形で徹底的に抑圧された。しかしさっき言ったように、言語表現的に言えばこちらの方がずっと強いわけです。リアリティもあるわけです、当時の人々の感覚で言っても。なんせね、まだ例えば夏目漱石にしたって、これこの間言ったように乃木希典にしてもね、漢詩を作ってた時代なわけでしょ。そういう時代の言語感覚っていうものを考えてみれば、こちらの方がずっとリアリティがあることは確かで、こちらの力が再度揺り戻す形で出てきたのが、ここでいう抑圧されたものの回帰で、その現象、その最も典型的な現象というふうに僕が考えたいと思うのが、今言った初期鴎外の文語三部作、舞姫、歌方の木、文遣い、まあ、これは同時に非常に面白いことに、裏腹な要素っていうかね、矛盾をする、対立をする要素がこの三部作の中には含まれてるわけです。一つは表現面から言うと、言語的にはこれ文語が使われている、明らかに先祖回帰なわけですね、過去への回帰である、その意味では対抗なわけです、レグレッションなわけです。原文一致がプログレッションだとすれば、明らかにこの文語を使っているということはレグレッション、対抗である。でこのことはおそらく鴎外が二葉亭なり坪内逍遥の試み、原文一致の試みというものを見ながら、これではうまくいかないということを見通した上で、意識的に文語へ回帰した、ここへともう一度回帰したっていう、これは鴎外のかなり意識的な文体戦略であったろうというふうに考えられます。ところでね、ここで不思議なことがあるんだけど、じゃあ鴎外は復古主義者か伝統主義者か、決してそんなことはない。おそらく鴎外は当時の日本人の中では最も群を抜いた西洋的教養の持ち主だった。私なんかドイツ語の教師としてね、やっぱり恥じるんだけど、鴎外先生はドイツに着いたその日から、文法を間違えずにドイツ人と会話ができたというね、伝説が、これ伝説かもしれないけど私なんかもとても真似ができないというね、堂々とね、ドイツ人と論争してのけたっていう。でもね、あの時代岡倉天心の英語だって相当なもんでしょ、やっぱりできたんだろうと思うのね。という意味では鴎外は間違いなく極めて西洋的な教養の持ち主であった。で実際、実は舞姫にしても歌方の木にしても文遣いはちょっと違うかな。舞姫は初中にあれですね、太田っていう主人公のベルリンにおけるエリスという娘との恋愛というのがテーマになって、ベルリンというヨーロッパが舞台になった小説ですよね。それから歌方の木は今年伊勢丹200年の
作曲家リハルト・ワーグナーのパトロンになったことで有名なバイエルンのルドヴィヒ2世という王様、この人が謎の自殺を遂げた問題を題材にとった、あのやはりこれもドイツ、まあもちろんあの王がドイツに留学したっていうことがあるからなこともあるけれども、西洋にやはり題材を置く、だから江戸に回帰した復古的な文体を使いつつテーマとしては西洋を扱ってるわけですよ。この矛盾をどう考えるかっていう、でこのことは案外この小説、この初期王外の文語三部作をどう読み解くかってことの大事なポイントじゃないかと思うんです。つまりここでは明らかに、逍遥や双葉亭と逆なことが起こってる。それはどういうことかっていうと、王外はこっちなんですよ。彼は群を抜いて書き言葉の持ち主で、教養も含めて、ね、書き言葉の持ち主で、こっちの方、むしろこの文学体の側から始まっていると。で、文学体の側からむしろこちらへと接近していくと。文学体の側からこちらへ接近する。だから双葉亭や坪内がこちらの側からこちらへとにじり寄ろうとして、つまり和体から文学体へと上昇しようとしたのに対して、王外の側はむしろ文学体から和体へ下降しようとしたっていうふうに考えるべきではないかと。だから文学体としてははるかに王外の美意識にも、おそらく表現意識にもマッチしたであろう江戸までの義語的な 文語体というものを文学体として採用するという戦略、これの方が王外にとっては彼の自己表出の水準にとってはマッチしてるわけですね。逆にそれで描けたっていうことでしょ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。だから彼が描くためには描かなかったのはなぜかっていう話になっちゃうじゃないですか。何？双葉亭の場合は江戸の文体では描けないから上昇しようとするわけですよね、うん、新しいのを作り出そう、うん、だけどそう、実はそういう新しい感性なりリアリズムも江戸の、定型で描けたっていうことになるでしょ。そうすると双葉亭が求めたものは本当に、どうしようもなく求めたものであったのか、ちょっと西洋かぶれで求めたのかっていう話になっちゃう西洋かぶれって面はあったでしょ、おそらくね。そういう面、うん、まあ、彼はロシアだったから。だから原文一致をやろうとしたこと自体が、そう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 、本当に必要だったのかっていう話になっちゃう。うん、いや、でもね、うん、難しいけれども、これは唐谷個人も確か言ってたことだけど、原文一致ってね、一番分かりやすい、原文一致の例えとしてね、一番分かりやすいのは僕、遠近法だと思うんですよ。うん、遠近法、ルネサンスの中期ぐらいに遠近法っていう手法が西洋の絵画の歴史に導入されるわけですよね。とそれによって初めて我々はあるがままに描かれた絵画の世界っていうものに触れることができるようになった。これがさっき言った文学におけるサイエンスってことの意味だと思うね。写実サイエンスということのね。でね、もうちょっとついでに言えば、ルネッサンスにおいて遠近法の登場っていうのはやっぱりある種の必然性を持ってたわけですよ。近代化の流れっていうかね、その中で出てきたサイエンスっていう発想の登場を含めて、それと同じようにこの明治の初めの文明開化の状況の中でね、やっぱり原文一致ある種の必然性を持ってたんだと思う。間違いなく。ただルネサンスの遠近法もそうだけれども、最初の頃のルネサンスの遠近法ってものすごくぎこちない、機械をスクリーンを使う、で面積を計算してそれを線を使ってその線の中に全部当てはめていくわけですよ。だから最初から物を写そうとしてるわけじゃなくて、理論の側から像を逆に作ろうとする。じゃこれじゃうまくいくわけない。双葉亭や坪内の原文一致運動も理論の側から表現を作るっていうね、嫌いが
あったんだと思う。で、理論の側からっていうのはこれなわけですよ。ここなわけですよ。西洋から輸入された理論というものを逆に、理論というのはまさに言語なわけだけど、それを当てはめることによってこれを作ろうとする。ところがさっきから言ったように、日本語の中でそれに当てはまるというかね、それに使える素材というのが坪内にしても双葉亭にしても江戸の下作文体みたいな、あるいは落語文体みたいなものしか思いつかなかったという問題が、だから原文一致の必然性と素材の貧弱さというものの間のものすごいギャップというものに彼ら特に双葉亭は悩まされたということだと僕は思う。で、この哲を見ていた鴎外が考えたのは、鴎外も原文一致の意味を知らなかったはずはないわけ。しかも鴎外って人はサイエンティスト科学者なわけですよ。理系の科学者なわけです。双葉亭なんかよりはるかに僕は鴎外はサイエンスとは何かってことを知ってたはずだと思う。で、あえてその鴎外が双葉亭の失敗というのを横目で見ながら、原文一致というものを、まあいわば原文一致を知らなかったわけじゃないし、原文一致を僕は否定したとは思わないけれども、僕はやっぱり鴎外は一つの迂回路をたどったと。つまり双葉亭のね、双葉亭の失敗っていうのはフロイトの精神分析理論風に言うとあれ神経症なわけですよ。抑圧されたものの回帰によってね、いわば抑圧されたものが回帰してくることによってその精神が復讐されて病んでしまうと、これがフロイトの神経症理論な、神経症の発症メカニズムっていうことになる。双葉亭はまさにそれをやっちゃったわけですよ。で、鴎外はそれを避けたい。じゃあそのためにはどうするのか、抑圧されたものの回帰に復讐されないような路線をたどろうじゃないかと。でそのためにはこちらは自分にとって慣れ親しんだね。で厳密に言うとこの鴎外の文学体というのは江戸の文体とも違うと思う。実はもっと遡っていく、吉本さんここで言っている言い方で言えば画文体というやつ。画文体っていうのはずっと要するに平安期の文体まで遡る日本の最も伝統的な文学体という、要するに紀元遡ればおそらく紀貫之の土佐日記あたりになると。土佐日記でありもちろん源氏も入るし、そういうようなところまで遡る画文体の文体って、画文体っていうものをベースにする形でね、むしろ一つの強固な文学体の表現世界と空間というものをまず作るということ、これの方にね鴎外はかけようとしたんではないか。ただしじゃあそこで描かれている世界はその画文体の 文体というものにふさわしいというか、ある意味ではまさにその水準に見合ったような古めかしい世界かというと、そんなことは全然ないわけで、鴎外の図で、引用資料の括弧567が舞姫からの引用になる。まあ、これ一番最初は、皆さんも多分高校の教科書とかで読まされて、一番これ舞姫の冒頭のところですね。ちょっとね誤植がいくつかあるんで、文庫の方は誤植訂正されてるかな。ある日の夕暮れなりしが夜は十円を万歩してウンテルデンリンデンを過ぎ、我が門尾州側になってないですかね、これ外です、町、文庫は変わってますね、変わってる、はい、はい、それから、門尾州外の京子に帰らんと、クロステル、ここはどうかな、港に、巷になってる、じゃあそれで間違いないです。そう、クロステル、港の、孤児の前に行ったの。孤児の前に絹で。絹、世は、かの東下の海を渡り来し、この狭く薄暗き巷に入り、牢状の木蘭に干してある敷布、襦袢などをまだ取り入れぬ人家、大髭長きユダヤ教徒の
沖縄が小膳に佇みたる居酒屋一つの架け橋は直ちに牢に達し、他の架け橋は穴住まいの火事が家に通じてある菓子屋などに迎えて王子の方に引っ込みて建てられたる、これは何と読むの、いささか300年、いやまあ約300年前の遺跡を望むごとに心の恍惚となりし、でこれはあの、まあ、ベルリンの街の描写なわけですよね。でこの描写確かに使われている言葉は非常に古めかしい言葉だけれども、感覚的にはもう決して古くはない、これは明らかに描写なわけです。で、実は我々にとっては当たり前かもしれないけど、さっきの遠近法の問題とも絡むけれども、原文一致の文体が要請される一つの大きな理由っていうのは近代文学における描写の問題があると思う。つまり定型文体では描写できないわけです。江戸までの定型文体では描写という近代小説にとって最も重要な機能というのが生まれてこない。それがあの前回ね読んだところ の、 あの東海三市 の、 あの歌人の奇遇の一節あったじゃないですか。さっき の、 あの延長 の、 あのその後のところ、時に金雨すでに静学に沈み新月樹のにありて、夜食朦朧たり、定型でやると描写っていうかあの自然の景観の描き方これになるわけです、うんうんうん、これ描写じゃないです。これは描写にならないわけです。これ後ではねまた触れますけれども、この問題はもっとはっきり出てくるのは露伴の問題、うんうん、露伴のさっき言った風流みじん蔵の方がもっとはっきりそれが出てくる、うんうん、こ の、 あの東海三市の歌人の奇遇のこの文体っていうのをちょっと頭に入れといてほしい、うんうん、これと比べて今のね、例えば舞姫の冒頭のベルリンの街の描写というもの、これをどう捉えるか。まあ、文体ももちろんね、東海三市の非常に硬いね、漢語文脈、漢語文体と、あの、鴎外の頃、画文体は違うわけだけど、それ以上に違うのは、やっぱりここである描写の機能の有無というものだと、ね、描写の要素の有無と。それから、まあ、2番目が会話のところ で、 でこれは会話のところはあの前回やったあの浮雲の中のね、双葉亭の浮雲の中の表現と比べてみるのがいいと思うね。どこになるかな、これは独白だから会話のところはどこだったでしたっけね。会話はなかったかな。会話は、会話というのがないか、なかったかな。あ、これは独白になるから会話ではない。でも会話対応で気がしたんだけどなかったか、ないか。で6のところ、一月ばかり過ぎてある日白は突然我に向かえて、世は明日ロシアに向かえて出発すべし、従いてくべきかと問う。まあ太田、まあ太田のエリスとの恋愛に行き詰まって、日本へ戻ろうとして、これ何て言うか、寺何伯爵という人に頼るわけね。でその伯というのはその寺なんだっけ、寺崎だ、忘れちゃった。ここもちょっと僕の初版ではあの誤植があって、この間になってる、これ問いになってますか、これ問いですね、うん、でこういうあのそれぞれの会話の主体の内面の動きというものも含めたこういう表現というのもこれ大変新しい表現だと考えていいと思います。その後ですね、いかで命に従わざらん、どうしてあのご命令に従わないことがありましょうか、一緒に参りますと太田は返事をしたわけだ。
で、世は我恥を表さん、この答えはいち早く決断していいにしあらず、世は己が信じて頼む心を生じたる人に、突然物を問われている時はとっさの間、その答えの範囲をよくも計らず直ちにうべなうことありと。私は相手、自分が信頼してその命に従おうと思ってる人に問われた時には何も考えずにとっさのうちにはいと返事をしてしまうと。そういう、こう自分の心の動きを、それからもう明らかに内面描写というものへと踏み込みつつある会話の表現になっている。うん、で、それはさらに次の7のところでもっとはっきりと出てきますね。彼の人には世が共に、ビールの杯をもあげず、玉突きの棒をも取らぬを、堅くならぬ心と欲を制する力とに帰して、かつはあざけり、かつは妬みたりけん、されどどこは世を知らねばなり、ああこのゆえよしは、このよしは我が身に、何知らざりしよう、いかでか人に知られるべき我が心はかの根津という心の葉に言って触れればち、いかでか人に知られるべき我が心はという形で、要するにその自分の内面の世界と人が自分を見ている見方というものの間の断絶というもの、つまり内面世界と外面世界の断絶というものがここではっきりと表現をされ始めているわけです。こう見ていくとね、舞姫は文体のその、古めかしさとは裏腹に、内容的には大変新しい表現、つまりこれはその後のところで、吉本さんが言ってますけれどもね、鴎外の舞姫は前代江戸期以来の伝統的な文学体をもとにして見る限り、ほとんど達しうる頂まで上り詰められていると、上り詰めている。七に見られるように微分調はここではただ文語が使われているという点に残っているだけで、鴎外の表出の底辺として存在する意識と微分調を和体の方へと近づけようとするモチーフとの十字路に舞姫の文体が描かれる。ここではっきりと吉本さんは舞姫の表現というものが、その原文一ということを表に掲げて、突き進んで挫折をした双葉亭の浮雲の、表出の水準に優に匹敵するだけの新しさというかね、自己表出の水準というものに達しつつ、それをしかも原文一で目指されたその口語の表現ではなく文語画文体の表現で、やり遂げているというところ、そこのところがこの舞姫という作品の非常に重要なポイントであると。でその次のところですね、ここが結構重要かなと思うんですよね。ちょっと読んでみると、あるいは次のように言うべきである。微分調を全体的な伝統を自分に許している鴎外の、意識を象徴するものとし、そこから表現的な和体へ接近しようとする舞姫の意図は、先取りされた意識に対する自己否定の作用を象徴するというように、大変難しい言い方でね、なかなか理解するの難しい、ちょっとこう本当に大変なんだけれども、要するにこの自己表出の線に沿って実質的にはここなわけですよね。実質的にはここになるんですね、江戸の文体に帰属しているという意味で、こういうふうになりつつも、じゃあこの余剰の部分ってのはどうなるかっていうと、この余剰の部分はこっちに持ってこないと本当は表現できないはずだと。それここにもし閉じこもってたら、さっきの東海三詩のねような表現に多分なっちゃうわけです。でもこっちの方に接近をしていく、それは要するに文学体の側から和体の側へと加工していくっていう動きがここに伴っていなければ、いかなる形のこの舞姫の新しい表現にはなりえなかったはずであると。でそれは逆に言うと、和体に向かって鴎外が自らの文学体を自己否定しつつ和体へと加工しているとというふうに考えるということで、
でね、それの証拠というのは最終的に実は外は原文一致になるわけですよ、ある時期から。で明治大体30年代ぐらいからかな、30年代になるともう外の文体は完全な原文一致の文体になるわけです。でその原文一致の初期における最も模範的な文体の一つを外は作り上げていくわけですよね。でそれはちょっと別な意味で夏目漱石とやっぱり匹敵をするものであったと。ただ、まあ、夏目はもうちょっと後になるかな。夏目があの原文一致の最も近代的な文体を作り上げるのは明治の終わりから大正にかけての時期で、ちょっと外より後になるかもしれないですね。外の方がその点では少し早かったという。ただそこへと至る運動というのは実は文体的には全く対照的なこの文語体を使っているこの初期の舞姫や、まあ、ここでは出てきてないけど歌方の木屋といったような作品の中に既に現れているっていうこと、そのことがこの言語にとって美とは何かにおけるこの作品の指摘の重要なポイントになるんだと思う。でその後のところ、これが決定的な言い方ですね。和体は根源的意識としては生活であり、文学体は幻想の取り入れである水準であるかっこいい、うん、これかっこいい、ね、非常にかっこいい、ね、確かに。で、この問題は意外に奥が深くて、原文一致はじゃあどこへ行くか、これはこの後の話になりますけど、原文一致は何に行くかっていうと、明治の文学の中では自然主義へ行くわけですね。自然主義文学で、その自然主義文学のある意味で出発点でありターニングポイントになったのは国木田独歩ということになる。国木田独歩に向かうわけですよ。そしてさらにその国木田独歩から始まる自然主義は田山堅いの布団にね行き、あるいは同時期の島崎藤村の破壊に行きという形で、原文一致は自然主義へ行くわけです。でここのところの問題は、そのここで和体は生活っていうところとね、ここは非常に対応していると。つまり自然主義、原文一致から自然主義の流れっていうのは、さっきから何度も言うようにこちらから出発してるわけです。こちらからこう行こうとする流れの中から出てきているものである。でそれに対して外はこちらからこうだったと。これは明らかに同じ、結果的には原文一致という方向に向かうんだけど、原文一致の背景というのが違うわけですね、外の場合と。だから双葉亭の場合の原坪内双葉亭の場合の原文一致は、あえて言えばここで言うと生活という、生活というもの、生活のリアリズムというものが背景にあって出てきた原文一致である。でそれに対して外の原文一致は文学体の持つ幻想性の水準の側から捉えられた、そこからより、リアルな言語表現へと近づいていくという過程の中で現れてくる原文一致であった。やっぱりそこで余剰っておっしゃられましたけど、余剰というふうに考えざるを得ない、うん、つまり、さっき言ったで江戸のあれで十分できたじゃないかっていうふうにはならなくて、そこにその与えるだからね、外の中でそれは葛藤があったと思う、葛藤があったはずだと、うん、ただ外はここの上にやっぱり余剰を上乗せしたんです。でこの時に上乗せする材料になったのが、なんだっけ、エドワルト・ハルトマンっていう当時の19世紀のドイツの哲学者、これを書いた美学論だったわけです。要するにドイツで勉強したヨーロッパの文芸学なり美学の知識というものが、その上乗せをする一つのスプリングボードになったわけです。もちろんね、坪内町の場合、そのスプリングボードとしてシェイクスピアがありと、それからさっき言ったように双葉亭の場合にはロシア文学が、ツルゲーネフというね、プシキンといったロシア文学というスプリングボードがあったことは確かなんだけど、ただ外と双葉亭、坪内町を見た場合に、そこから引き上げていくのが、和体から文学体へという動きと文学体から和体へという動きの間に違いは、この
二葉手坪内のラインが自然主義へと帰結をしていくのに対して大貝は反写実主義になるわけです。反自然主義になるわけです。もっと端的に言うと明星派になるわけです。でここのところではちょっとあの言語味の話からは外れるんだけれども、僕はあのやはり明星派の登場、自然主義はね、原文一から自然主義へと向かう流れ、これは一言で言えば何度も言えばこっちかこっちだ。で大貝のこちらからこちらへの運動、文学界から和田への加工の運動というものの中から明星が出てる。明星派が出てる。じゃあ明星派の中心になってたのは何ですか。明星派の文学創造の中心にあったものは何でしょう。短歌ですよ。石川啄木の短歌でしょ。与謝野鉄幹と与謝野、まあ特に与謝野晶子かな、与謝野晶子と石川啄木の短歌じゃないです。要するに定型詩なわけです。同じな定型でありながら生活リアリズムを歌ってるわけ。そう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 。いや生活リアリズムを歌ってないわけです。あの明星派は 反写実主義だから、むしろそのヨーロッパ的な区別でいうと明星派って僕はね明治のロマン主義だと思うんですよ。自然主義はリアリズム、近代リアリズムだとすればね。え卓木はあのロマン主義という側面が、いやもちろんねあの変化していくわけ、変化していく面があるんだけど、基本明星の出発点にあるのはロマン主義だと思う。反写実的なロマン主義である。でもうちょっとその概念を広げていくとね、あのそのあたりには例えば初期の新太子運動から始まって、まあ、これ新太子運動も失敗するわけですけどね、新しい詩の表現を求めた。でもそれがある程度今度出てくるのは初期の、明治象徴詩運動なわけです、これはあの名前明治大正にかけてってむしろ言った方がいいかな、やや時代的に後になるけど、すすぎだ給金と神原有明、それからやや遅れて言うとあの赤とんぼ作った三木露風とかねっていったような人たちがあの出てくるわけです。でこの人たちの文学っていうのはまさに抑圧された、僕は抑圧されたものを回避としてのロマン主義だと思うんだけれども、原文一から自然主義へというねラインのリアリズムのライン、サイエンスリアリズムのラインで抑圧されたものが定型の回帰という形で返ってきた現象として、でその出発点のところに位置しているのが実は大貝である。ただじゃあ明星派が大貝がここで舞姫で考えたようなあの問題意識を十分に共有していたかっていうと必ずしもそうではないのかなっていう、むしろあの逆説的に今ね啄木の話をしたけど、啄木なんかは大貝のこういう問題意識ってよく分かってたような気がする、かえってね。だからこそ最後に時代閉塞の初相っていうあの社会主義への接近というふうな時代への関わり方っていうものが啄木の中で可能になっていったんじゃないかっていうふうに僕は思うね。五稜貝が言うと、このくらいが渡りを取っていくと意識的にやってきたわけですよ、ね、そうですね。だからその今の大貝はもう非常に意識的だったと。大貝はその今無意識の、まあ、復習されるというか、うん、まあ、あの定型ですね、うん、それはどういうふうに、だから、ね、そこのところは僕はまだねあの今日考えてたんだけどはっきり結論が出ない。明星は抑圧されたものを回帰、つまり定型の復習現象として僕は考えていいように思ってるんだけれども、大貝は非常に意識的に文体戦略を取ってるから逆手に取ってるっていう部分があったと思うんで、まあもっと単純に二葉亭のような文体というのは森大貝の美意識にねそぐわなかったっていうことは確かにあるんだ。松陽坪内やね二葉亭のような文体は少なくとも森大貝の美意識にはそぐわなかったっていう非常に単純な理由はあったはずだと思うんだ。ただ森鴎外も抑圧されたものの回帰というものの上に出てきたのかどうかっていう点になると、これはちょっと僕ははっきり結論が出せない。無意識的って無意識的にやったというにはちょっと思えない部分が、こういう感じで文学的から私の格好は表現ないので作者に意識された過程だと言えて、うん、そう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 、だから僕はやっぱり意識的にやったんだろうと思う。抑圧されたものの回帰っていう言い方になってしまうと、その
心的現象論とか共同現象論における吉本さんのフロイト批判とちょっと重ね合わせると、うん、ちょっとその抑圧されたものの回帰っていうもの自体はやっぱ吉本さんの考えでいうと個人のレベルになってしまって、うん、そのそういうふうに例えば一般的な運動とか共同性の中で抑圧されたものの回帰って言ってしまうと、うん、共同性の中に自我があるようなことになってしまわないかっていうふうに。ああ、なるほどね。そこら辺のだから吉本さんの理論と重ね合わせることを考えると、ちょっと、うん、そこをどう考えたらいいのかなっていう。うん、無意識に入ってる定型に復習されたってことですよね。そういうことですよね、うん、だから定型のレベルっていうのは無意識のレベルにあったはずだった、うん、定型の依存っていうのがね、自然にとらわれてる、うん、っていうふうに、まあ、僕は考えた。無意識は共同のレベル、性のレベルなのか、うん、個人のレベルなのか、それはかなり共同の、まあ、共同のレベルであると同時に個的な表現意識にも重なってるんじゃないかと。それで吉本さんのフロート批判だと、そのなんていうんですかね、うん、その抑圧された、あくまでもフロートのモデルはその個人モデルですか。個人モデル、そうそうそう。抑圧されたものが、やっぱり自分のフロート理論体系で言うと、どうしても自我があることになってしまう、共同性の中に。そうなってしまうと、その理論体系として吉本さんのそのフロート批判というところと、そこが出てきてしまうので、そこをどう考えたらいいかなっていうのはちょっと、あんまりそこから僕は考えないでかい。無意識に、なんか、あるにもかかわらず無意識に消えてるものに屈されたっていう。まあ割に単純にそれくらいの感じで僕はこういうね書いたんだけれども、それが共同性のレベルか個体性のレベルかっていうことになると、そこまでちょっとあんまり考え詰めて書いてはいなかったっていう感じがしますね。ほとんどの結局この時代の人はこれだけ先端的な文学者でもとらわれてるわけだから、そう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 、共同性としてあったことは確かに、まあある種の共同性は僕はあったんじゃないかっていうふうに、ね、その共同性としてあったものを、その吉本さんの理論だけを共同性は違う、まあフロイト的な共同性とはちょっと違うかもしれない。つまりその吉本さんの理論から持ってきたどうなのかっていうことをまた複雑な感じになってるんじゃないかなっていう、吉本さんの理論から言うと、これやっぱり和体と文学体の関係ということになるんでしょうね。だからその僕の言い方で言えば、その和体原文一致の時期にねあったのは、和体の側から上昇していくというね、文学体にわたって上昇していくという運動によって、古い形の文学体の表出意識というものが非常に抑圧されたっていう形になるだろうと。ところがその抑圧された文学体の側の意識というものは、容易なことではやっぱり潰れないっていうかね、なくならない。でそちらの側が言えば、こうギュッと押さえられたゴムがね、バーンともう一回弾くように、もう一回バーンとそのせり出してくる。そこへ出てきたのが、その明治における定型短歌のね復興であり、その復興の運動の中心になった明星派のような存在だったんではないかと、まあ、僕なんかに即して言うと、今吉本さんのね議論をそんなように整理できるんじゃないかっていう感じがします。いいですか、全面的な回答にはならないと思いますけれども、部分的にはですね回答できると思うんですね。それはどういうことかというと、吉本の連の時理とは何かっていうのは、どういう対象領域を取り扱ってるかってことで言えば、表現された言語かつ個体現象における一定の言語表現、表出と表現との関係とされた言語表現というふうに考えれば、表現された言語という層で抑圧されたものの回帰ということを、分析できるというふうに高橋さんに言われていると解釈できますか。個人のレベルでいいと思います。いわゆる個体現象における表出表現との関係において、表現された言語の構造として、だから宇治原さん言ったようにね、はい、僕の中ではやっぱりこの時期のある種の時代的な共同性の問題としてもね、捉えられる部分はあるんじゃないかっていう思いはあるわけね、だから吉本さんの議論を厳密に今ね日和さん言ったように、あくまで個体幻想のレベルにおける表現されたもの、表現された意識のレベルの問題として扱うっていう扱い方の方がいいのかもしれないけどもね、そうね、そこは非常に大事な問題なんで、今差し立ってある程度限定できるという形で言ったので、それでもいいと思うけれど、今高橋さんが言った問題としては、自己幻想、いわゆる個体幻想と共同幻想の関係の問題っていうのを、表現された言語の構造内部にどう取り込むかっていう問題が残っているということで、まあいいでしょう、よろしいと思うんですけどね、一応ね。
それでね、もう一つ今日焦点になるのが、次引用資料括弧89というのところに出てくるんだけれども、露伴の風流みじん蔵という、僕これ残念ですね、それちゃんと読んだことがなくて、ちょっと今回も暇がなくて読めなかった、うん、青空文庫でも探してみようかと思ったんだけど青空文庫ないかな。いやでもね、青空文庫って便利、やっぱりね。あれで明治の古いものをね読み直そうとするとき、だって文庫探そうとかって言ったらまた大変じゃないですか、文学全集探そうとかさ。あれ青空文庫だとね、結構さっとね検索ができて非常に便利です。でね、この幸田露伴の存在、僕はね、紅葉、尾崎紅葉は、まあ、同時代的には非常に大きな現象だったんだけれども、表現のレベルから言うと、前に金色夜叉を読んだ印象でもね、やっぱりこう、なんていうのかね、大したことはないというかね、まあ、せいぜいやっぱり熱海の海岸散歩をして寛一お宮の二人連れぐらいのレベルだろうというね、今のすっごい時代だな。しかし不思議だよね、だってさ、あそこの熱海のあそこのお宮の松とかあって、あそこに銅像があるのかっていうね、フィクションなのにね。あそこの前にあった大月ホテルって倒産したよね。ああ、そうですか。昔あの熱海で一番大きい旅館だったでしょ、あそこ大月ホテル。あ、まあそんなことはどうでもいいんだけれども、やっぱり今回読んでて非常に、逆に言えば吉本さんの言語にとって美とは何かのこの記述で非常に関心をそそられたのはこの風流みじん蔵の分析だったんだよね。で、これはまた吉本さん書いてるように、この時期の紅葉や露伴は舞姫に代表される鴎外の表出とは対照的な位置に立っていると。で、露伴の場合は風流みじん蔵でわずかに文学体からの加工的な過程と和体からの抽出過程を融和させていると。で、ここで一つ新しく出てきたキーワードが、僕は融和という、和体からの上昇過程と文学体からの加工過程の融和という、これが非常に重要な新しいキーワードとして注目しなきゃいけない問題だと思う。で、この融和という問題はその先に言ってしまうと、どこだったっけな、もう一箇所この融和という言葉が出てきたのがどこだったっけな、ああそうそう、あとの広津流浪の、引用括弧12番の、後のところで、結局鴎外の舞姫、二葉亭の浮雲があって、そして鴎外の舞姫があって、そしてこの露伴の風流みじん蔵があって、そのことを通してこの明治の20年代から30年代にかけての時期に何が達成されたかっていうのが言われているのが、その広津流浪の今戸心中の引用のちょっと後のところになりますけれども、段落にして3つ分ぐらい後かな、双葉亭の浮雲や露伴の風流みじん蔵のように並外れた作品がその時期の言語の表出の水準を超えてこのような融和を成し遂げてしまったと、ということがあるが、ある時代的な契機のようなものとしてそれが考えられるのはこの時期が初めてであると言ってよいかもしれない。つまり、和体からの上昇と文学体からの加工の融和というものがこの時代の表現水準というものを決定づける、一つの重要な要素として浮かび上がってきた。このことは逆に言えばこの時期の表出水準というもの、文学的表出水準というものを決定づける一番重要な条件になっていると、いうふうにここで吉本さんは指摘しているわけですね。で、それは私はこれを言語の対峙意識と対体意識とのある調和と、だこの和体と文学体の、まあ、和体からの上昇と文学体からの下降の調和、融和というのは対峙意識と対体意識の融和で、対峙意識ってのはやはりこれ自己表出の側に対応する、
ね、というふうに考えてはいけないかな。対人意識と対体意識、自己に対しては、まあ、そうね、自己表出と私表出に単純に対応させちゃいけないんだな。あのむしろ、ある種のこれは主体の問題と考えた方がいいかもしれない。対人意識と対体意識の融和というものの中から浮かび上がってくるのは、ここで初めて明治の文学の世界の中にある種の明確な表現の主体というものが見えてきたっていうこと。逆にはこの対人意識と対体意識の両方を兼ね備えた形で主体というものがせり出してきたっていうふうに考えていいんじゃないかと。それはもうちょっと別の言い方ですると、現実との相克の意識が現実からの阻害と釣り合うと言ってもいいし、現実との和解の意識が現実の安定と見合っていると言ってもいい。つまりここである現実と主体の間の相関関係という、あの構造化された相関関係というものが初めて形作られた、形を成してきた。逆に言えばこれ以前の段階ではまだそうした確固たる表現主体の位相なりね、構造っていうのは確定されていなかったというふうに考えれば、だから例えばさっき言ったように双葉手の場合、浮雲は失敗したっていう意識は、要するに そういうこの相関の間の構造的な安定化っていうものがついに双葉手の中では生まれなかったっていうことの証拠になるね。だからもう一人、ここでは出てきてないけれども、こっちでブワーッと行き切っちゃったままこっちへ帰れない、つまり現実との相関っていうのは持てないということで生きられなかったのが、北村東国ということになるわけですね。北村東国の場合、イデアの世界、総世界って彼は言うわけだから、総ってのは思うという思想の総という総世界、イデアの世界というものへ非常に純粋な形で上り詰めてしまうと、もうそこからもう一回現実の世界に戻ってくる道筋というものが見えてこない、まあ、そのために現実の世界の中で生きられないまま僕は東国は自殺をしたんだと思います。でこの東国の場合にせよ、双葉亭の場合にせよ、ここで言われているような形での現実との、和解っていうか安定した関係っていうのはついに作られなかった。これが明治20年代の終わりから30年代に至ってようやくそれが出てきた。そこへ至る一つの重要な媒介工が、舞姫であり、またこの露伴の風流美人蔵であったと。というところで、括弧8のところへもう一回戻ります。さっきも言ったように、これ僕知らなかったんだけれども、これちょっとぜひね、この吉本さんの叙述を読んでると、風流美人蔵読んでみたくなったんだけれども、これはさっきの舞姫の文体とまた全然違う文体ですよね。新三郎が泣いて待ってと言えるを誰も耳に入れざるべき景色なりしが、おさよと言えるが立ち戻りて、私は待つから一度もお待ちと優しく声して言いずるに、お師匠さんのところのさよちゃんが待てと言うから待ってやろうと、各自岸の小草の上に立ち入って、生じ生きろう間に新三郎は帰りて例の藪より葉を取らんとするを、おさよは情けらしくも海中よりして宣告に、事故がこの次の勝負の量にと取り置ける幅広くして色麗しきを、取り出して、さあしんちゃんこれを信ぜよう、これでお作りと私やりぬと。この文体は鴎外のような文学体ではないですね。これは明らかに系統的に言うと金垣露文や、あるいは延長の落語の文体、そっちの方につながる江戸の和体の文体で、その意味では文語体に近い文体でありながら、鴎外がこうだったのに対して露伴はこうであるということに。ただし鴎外が途中で変わります。途中で実は小説書くのをやめてしまう。でその代わりに鴎外がやるのは交渉ですよね。いろんな歴史的な交渉学みたいな世界へとどんどん入っていく。
一番有名な作品は連環記という作品になる。この辺になると大頭である露伴ですね。でこの辺になると露伴の交渉の世界っていうのは晩年の大頭の自伝の世界とちょっと似てくるんだけれど、ただこの時点での小説を書いてた時の露伴は明らかに こちらの方から、しかもこれはその双葉亭や坪内たちとはまた全然違うこれは位相になるわけですよね。これ非常に難しいなと、これこう二重性持ってるんだと思う。というのは一方で言うと非常にこちらの方に近いところに位置している、つまり明らかに露伴の中には江戸がまだ生きてるわけです。多分ねこれ思うんだけれど大概は武士階級ですよね、範囲だったお父さん武士階級で、だから武士階級の江戸時代のね教養は武士階級の教養だったはずだと思うんですね。大概はそっちの系統を引いてる。で露伴はおそらく職人とかねそういう階層の持っていた江戸の教養というのを引きずってる。だから語りですよね。江戸の職人層の教養の最大の源泉っていうのは語りだった。まあ落語ももちろんそうだし講談みたいなのもそうだし、で明らかにそういう文体だと思う。でその点で言えば恐ろしく古めかしいところがあることは確かに。しかしその一方でここでのねこの新三郎とおそらくこれ少年と少女たちでしょう、まあ、ちょっと場面がどういう場面かあれだけど、なんか競争している、こういう時の非常に細やかなね登場人物の心理の動きというものが古めかしい文体にを超えて非常にリアルな形で描き出されているという側面もあるわけで、そこのところで言えば決してここでの露伴の表現は古めかしく退屈な表現というふうには言えないだろう。外よりリアルという面もあるでしょう。描写外の描写よりもこっちどうでしょう。さっきの舞姫のね描写とこの描写と比べたとどちらがリアルだろう。僕はもしかすると露伴の方がリアルなんじゃないかっていう感じで、ちょっともう一つ読んでみましょう。こちらの方がより面白いと思うんですね。精神安ければ怪異なく、精神乱れれば不思議のこと多くなり、その大地は番頭の頭八が何かは知らねえと、そこいありげな目角して蔑むごとく我を睨むと思われること、その第二にはお初の衣装の前々より個清潔して至るは知りしが、この頃とりわけ色もよく、品も、上りしものを着るように見えることに、見えることにて、これはことさらに心の光る義断なり、その第三は主人のお上がお初をはじめ皆のものを前々よりは等しく優しく、扱うように見えるなかに、ただ我のみをば今まで通りにするかといかにも思われること、この三つをば主にしてその他小さ不思議さはいちいち言うに耐えぬながら、ひたすら自己が邪性より思いなすにあらざるやと自己ながらも思い消して見ぬにあらねども、その他のことは思い返しも随分なるべし、ただお初めが自分の衣装の美麗になりしという不思議は何とあっても解くべきものの、解くべきようもなく絶えず胸にぞ残りける。そこにちょっと書いてあるんだけれども、このおそらくねさっきの大概の文体とこの露伴の文体の真ん中あたりに樋口一葉のね文体が位置するんじゃないかと思うんですよ。まあここにも出てきてないけど、もう一人ねこの時期のこういう文体で優れた表現をな成し遂げている文学者といえば、これは何と言っても樋口一葉なわけでね、大坪守と濁り絵大坪守ということになる。これらに共通している問題というのは文体の古めかしさ、確かに文語であると、江戸期までの文体に、
まあ、引き寄せられているという意味では非常に古めかしいにもかかわらず、描写そこで表現されているものは決して古めかしくない。この過去9のところもねそうだけれども、この心理の動きというのは優に西洋の、ね、小説の内面描写、心理描写に匹敵するレベルを持っていると言ってもいいかもしれない。これは多分お初という娘に恋をしている、ほのかにね恋をしている若いお店の男の子の内面だろう、心理描写だと思うけれど、でね、これに対して吉本さんが言ってるんで、これが非常にこの Q の、引用の後のところで、露伴の表出の大きな特質は対称性の選択力が並外れて強烈であった点にある。文体として見ればどこにも新しさはないし、その思想は政宗白鳥が皮肉を込めて言ってるように思想などというに値するものは全く持たなかったと言えるかもしれない。しかしその表現は見事な深い選択眼によって強い像を表出し、必ずしも描写の微細性を眼目にしていないわしづかみのような特質を持っていた。これ非常に正確な捉え方じゃないかなと、まあ口はばった言い方だけれども思います。でね、これを例えば鴎外のさっきの文体を東海三市のね、文体と比べたと、じゃあこれを今度はさっきの延長の文体と比べてみる、これ全然違うわけですね。でも内面が描かれてるかどうかっていう問題と文体とがどうかっていうのはまた別ですよね。だから鴎外ですごく江戸の文体で文語的な文体だけれど、内面を描いてると言えば描いてるわけでしょ。だから内面が描かれてるか、どこまで内面がそこで心理が描かれてるかどうかっていう話と文体の問題は別な、いやそれは別な問題とは僕は言えないと思うね。だからここの時期の捉え方の難しさというのは、その原文一致を志向した二葉邸の試みが挫折したところで、ね、出てきた文語の回帰、文語文体の回帰と、で文語文体の回帰の側によってむしろ自己表出の水準の引き上げというものが行われていった。でそのことが文語文体のによる自己表出の水準の引き上げというのが結果的に見ると、そのこちらからこちらを目指す運動とこちらからこちらを目指す運動の間の交差というのを生んだわけですよ。でその交差の中から実はこの時期における新しい文学の表現水準というか空間的縁というのが出来上がっていったっていう、このことが僕は重要だと思うんですよ。そこに樋口一葉とか何とかいるっていうことね。でそのことがさっき言ったように、ここに明確に新しい表現の主体というものの成立根拠が生まれてきた。でその主体の生まれる主体の問題が実は今日のところで言うとはっきり出てくるのが五のね武蔵の、つまりさっき言ったドッポのね、はいはいはい、武蔵野のところでということになるんだけれども、その前に四のテルハ狂言と今の真珠、これは泉鏡花と、それから広津流浪花、の問題が扱われているわけで、でその四のテルハ狂言と今の真珠の冒頭のところにこういうふうに言われてますね。私がここで想定しているのは、話体から上昇して文学体に至ろうとする傾向を一つの曲に置き、文学体から下降して話体に入ろうとする傾向を他の曲として、この間に文学体からさらに上昇して未知な文学体へと自己表出を高めようとする傾向と、話体からさらに話体を拡散して通俗小説に入ってしまうものと、話題として持続的に文学性を保とうとするものと織り交ぜて、ある時代的な言語表現の空間を作っているという状態である。これちょっと具体的に、これを具体的に作品を当てはめると非常によくわかりますよね。さっき言ったように話題から上昇して文学界に至ろうというのは二葉邸がそうである。
それから今見たあの露伴もここに入るだろう。でそれに対して文学体から加工して話題に入ろうとしたというのが鴎外であり、あるいは一葉もそうかもしれない、樋口一葉もそうかもしれない。でこの間文学体からさらに上昇して未知な文学体へ自己表出を高めようとする。でこれはこの後の次の時期の鴎外がこれにあたるんだと思います。この次の時期の鴎外が多分それにあたるだろう。それからさらにそれに遅れてくる漱石もそれにあたるだろうね。ちょっとね、ここのところで、まあ、まだはっきりとは出てこないんだけれども、もう一人実はこの時期に登場し始めて文学活動を始めている、それも鴎外の影響のもとでね始めている文学者で気になる存在が永井荷風なんですね。永井荷風をどういうふうに位置づけるかっていう問題が一つあるようです。まあ、ただちょっと永井荷風はもうちょっと後でまた取り上げればいいのかなという気も、します。ただまあこの時期文学体からさらに上昇して新しい文学体をという試みはほとんどこの時期の日本の文学の中では、詩の世界を除くとないのかなっていうね。さっきちょっと言ったけれども、例えば東国なんかこれをやろうとして失敗をしたっていうか挫折をしてしまったっていうことになるだろうし、まあ、島崎藤村も詩の世界でまずやろうとしたんだけどそこを挫折して、まあ、小説の世界へと転身をしている。でしかもさっき言った言語一致 の自然主義のこうラインへと突っ走っていくことになる。知ってたらそっちが多いんですよね。その自然主義的な方に、うん、そうでもないですか。大体日本の詩人は若い時詩書いて30過ぎると詩書けなくなって枯渇して、そうすると小説書き始める、うんうんうん、その原型作ったのは島崎藤村ね、確かに、うん、そのラインに行かなかった詩人というのは本当にごくわずかしかいない。例えばどんな人が。高村光太郎がそうでしょう。高村光太郎は死ぬまで詩を作り続ける。だから上に行ってしまった、うん、自己表出で。そうその点ではね、その点では近代入院の日本の文学の歴史の中でね詩人として稀な存在だと思うね、高村光太郎。要するに年を取って衰弱していかなかった詩人という意味で、うん、でも衰弱はしていかなかったけど文学体の自己表出を限界をさらに上に押し上げてった人、うん、僕はそう言っていいんじゃないかと思う。ほとんど高村光太郎ぐらいしか思い浮かばない。そういう詩人の中でね、日本の詩人の中でそれをやろうとして、いや、ある程度それをやり遂げた。だいたい長生きしなきゃ意味ないわけだし、早くにくた、中原中也ね、立原道蔵みたいな早くにくたばっちゃって、これ上昇もなんともへったくれもないわけだから。また日本の詩人は早くしてくたばるやつが多かったっていうね。そんなに言ったってしょうがない。まあ萩原作太郎だってまあそんなに長生きはしてないでしょう。伊藤静雄、高村光太郎だな。本当にみんな早死にですよね。僕はやっぱり吉本さんじゃないけど日本近代史の最大の詩人っていうのはもしかすると高村光太郎なのかなって気がするんだけどね。まあ別の意味宮沢賢治あるわけだから、まあ、ちょっとその話は脱線で、で鏡花に関して、私鏡花ってようわからんのです、はっきり言って。坂東玉三郎が好きじゃないからかな。どうもね、泉鏡花って言うと坂東玉三郎のぬめーっとしたあの顔が思い浮かんでいかんのです。ちなみに坂東玉三郎と同い年なんだね、私とね。昭和25年生まれ。ああ、そうですか。全く同い年の僕ね、坂東玉三郎と。別にどうでもいいことだけど。ああ、そうね。
しちゃう。でもね、本当にね、教科だけはどうも分かったっていう気分で読めたことがないんだな。あの高野聖も読んだし、いくつか彼のあのいわゆる怪奇物と呼ばれる小説を読んだんだけれども、どうもよく分からないんだな。どなたか教科どうですか。まあちょっと本当にね、教科は昔から苦手でダメなんですよ。どうもうまく入ってこない。私全然読んだことないんですが、うん、その苦手でっていう、うん、その感じをもうちょっとこうあの何でしょうね。一つはね、あまりにもやっぱり教科の世界の感性みたいなのが古めかしすぎてね、ちょっとこう自分の中に実感として湧いてこないっていうことが一つあるね。なってるか、やっぱりね、どうも教科の感覚っていうのはやっぱり狐や狸がね、人間を化かしたりね、柳の下に幽霊が出たりね、そういうことがまともに信じられてる世界じゃないと、やっぱりリアリティがないのかなって感じがちょっとあるね。これはね、もうちょっと後の世代で一見すると似たような世界を描きながら全然違うのが、例えば内田百賢の世界なんかだと思うんだよね。内田百賢の世界とやっぱり泉鏡花の世界は怪奇っていうところで通じるものが実はあるんだけれども、しかし全く表現のレベルというのは違うんじゃないか。鏡花もでもすごく美的で、うん、なんかドロドロした美しさの。ああ、そうか、そういうのが私ダメなのかね。それがダメなんだよね。俺野暮だってことじゃない。野暮の無粋の塊だっていう。野暮で無粋の塊。あ、そんなところだろう。映画になりやすいですかね。よく最近の新しい。あれね、寺山修司が撮った映画があるでしょ。なんて言って。草迷宮。草迷宮見た記憶があるんだけどな。ずっと昔。綺麗な映画だったよね、あれね。どうもダメなんだな、確かにね。よろしいですかね。はいはい。一つ問題はですね、解釈上の問題を定義してみたいんですけど、具体的にはどこかと言いますと、まずこの文庫でいきますと、210ページのところなんですね。うん、第6図という図があるところです。はい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 、図ね。はい、でここで書かれているところで、一応ちょっと読んで、この文第6図、第6図前だね、211ページ、文語ですけどね、うん、3の、ほんと最初の部分です。ずいぶん前に戻ったのに、3節ですね。前とこの3の前線と11段の211、この定本弁護というと何ですか。第6図何ですか。あれ、この図かな。自己表出と支持表出で和体と文学体の図、ね、はい、はいはいはい、で一応ここを一旦ちょっと読んで、それもう一箇所あるので、そこもちょっとしてきてですね。これについては今今日随分いろいろと説明をしたつもりなんですね。でね、これを使ってもうちょっとあと実は締めくくりの話をしたいの。あ、そうですか。うん、だからちょっと話を続けさせてもらえる。うん、じゃあ、はい、はい、はい、でね、違うんです。これどうなんだろう。違うんだ。え、どの図？11図ってなってるんですかね。そう、こっちの方だと第11図ね。17図。じゃあこっちが訂正されてるのね。新しい図の形が変わってるわけ、ね、いや、11図ってなってるんですよ。6図じゃなくて11図になってるのね。古いのは？これは図が多いですが、それだとき分かんなくて、これ一緒なんですか。
そうそうね。書き方はもうでもあれ。一緒のようにね。ずっととしてはね。なんで違うの？なんで6って11？ 6と11は本当そうだよね。どうして5つも違うの？なんか結構やっぱあれじゃない。まあ、一応大事ね。ちょっともうあんまり時間がないんで、はい、今日のね、一つ締めくくりをしたいんですけれども、はい、まあ、さっきのちょっと話してた家父や藤村が一番あの五章最後のところで、五のところでね、独歩の武蔵の、それから、家父の地獄の花、それから藤村の水彩画家と、これ3つがあの引用されてて、まあ、ここまで来ると相当に我々の知っている日本近代文学の感覚に近いものになってきていると言っていいでしょう。文体的にもね、文体的にももうほぼあの原文一体が定着をしつつあると。でじゃあこれは何を意味するのか。でこれに関して第5章表現定理論の一番最後のところ、ここのところですね。現在から見てどんなにぎこちない描写と見えようとも、景物と人物の内的な動きをある密度をもって連関しているようになったのは、文学史の上で、自然主義の前期と目されているこれらの作品においてであった。でこれは表出主体が空間的な構造を持つようになったため、自己主体の対象移入がその範囲だけ自在性を手に入れたことを意味している。近代表出において自然主義への導入期が画期的な意味を持つとすれば、これによって全近代的な文学体と話体との分裂が痕跡をもとどめなくなるまで凝縮を受けた点にある。これがこの五章の、五章っていうか五章の何、だっけ、近代表出史論1のね、4章、ごめんなさい、5章じゃなくて4章の近代表出論1の一つの結論ということになるんですね。 これ一体何を意味するのかっていうと、まあ、ここのところの問題になるわけだけれども、改めてするとこれこういうラインとこういうラインの中で、非常に分かりやすく書くとこうですよね。こういう2つの動きというのは交差した。これが今日対象になった自然主義前期の運動で、要するに文学体から話体への加工と、それから話体から文学体への上昇、これはもちろんいろんなラインがこういうふうに、こういうふうになるのかもしれないし、これあるいはこういうふうになるのかもしれないけれども、この交差が生じたということによって、でさっき言ったように融合ってのはここに起きるわけですよね。融合が今度で融合が、じゃあこの融合は一体何をもたらしたのかっていうことが、この一番最後、第4章の一番最後、第4章の最後で第1部、の表出論の表出論括弧1の一番最後のところの問題ということ、ここでこう言ってるわけですよね。表出主体が空間的な構造を持つようになったために、自己主体の対象移入がその範囲だけ自在性を手に入れたと。でどういうことかっていうと、ここでこの表出で、おそらくこういうふうに考えていいんだと思います。ここでここに融合が生じたとき、こういう新しいラインができた。これが主体のラインなんです。これが主体のライン。僕はこう考えるわけですね。ここでこういう2つの動きが交差して、ここに融合が生じた。つまり、話体からの上昇の運動と文学体からの下降の運動というのは、ここで融合を起こして、1つの空間をここに作り出したとき、ここからこういうふうにいく一つ新しい運動の構造ができた。でこの運動の一番大きな特徴っていうのは、要するにこういうふうにいく運動、こういうね、こうなんかうまく書けないな、みんな。
キュッキュッと後ろを押すんだ、こういうふうに行く運動とこういうふうに行く運動を、と今までこちらへ、例えば C 表室の側へと移行していく運動と、それから自己表室を吸い上げていこうとする運動と、この両方に分裂しながらね、それぞれに規定をされてたわけですよね。だからこういうところができてきたわけだけど、でこの間の融和っていうかバランスっていうのはまだ生まれていなかった。だからまあこちらの方が先だったね、僕の考えではこちらの方が先だったというふうに考えるべきだ。でそれから鴎外がこちらがあって、それで鴎外のがこう来て、でさらには露伴のがこう来ると、そして最後のところのこの花風独歩花風露伴東尊の場合だと、さっき言ったようにここではそのもはやその江戸の言語規範性というものを引きずった和体の問題と、それと、自己表出の水準を競り上げていこうとする文学体の水準、文学体の形と、この間の分裂というものが意識されないで済むような状況っていうのは、もう明らかにこのドッポと花風と東尊のね文体には現れてるわけ。でここで期せずして原文一致が目指していた言語表出のレベルというのが達成をされたと考えていいんだと思う。意識分裂を意識しないという意味で、でそれは別な言い方をすると、こちらとこちらからまあいわば両方から供給されつつ相対的に独立をしているね。つまりこちらとこちらからいろいろもちろん規定はされなんだけれども、一つの独自な主体としてね、逆に言えばこれを選択できるという余地を持つ形で合力されたっていう、ね、そうだから両方から取りながら、その両方から取りながら自分にとって一番適切であると思える表現というものを選択しうるような主体というものがね、それは今までだと、今までだと例えば江戸期以来の和体のスタイルを残した露伴のね表現の場合だと、これはまだ自由じゃないわけでしょ。江戸の和体のスタイル規範性というものを引きずってると、それから鴎外の場合であれば画文体のね文体を引きずってるっていう意味ではまだ自由じゃないわけじゃん、一応の場合です。でもここへ来るともうここでは文語か口語かっていう分裂、あるいは文語か口語かっていう、で自分の、スタイルっていうもの文体っていうのを意識的に選べなければいけないというふうな不自由さっていうのはもうなくなってきているっていうことだと思う。逆にどういう素材であれ、少なくともここで規定されている、ここで規定されている融合が生じているこの範囲の中では、この主体は自由自在に素材を自分で選ぶことができるようになっている。ある時は描写を、ある時は内面の表現を、ある時は会話をというような形で、要するにおよそ近代小説が技術的にね、テクニカルな形で要求するあらゆる表現のスタイルというものを取ることができるような自由さというものが、この空間の中で、表現空間の中で生じているっていうことを、それを表しているのがこの13、14、15のね、説得力あるね。あ、そう信じちゃう、本当だった。例えば13のドッポで言えば、これは武蔵野はこれ自然描写だね。この自然描写は今まで出てきた自然描写のスタイルの上をさらにいくものとして描かれていると言っていいわけだし、それから花風の場合だと、これはどういうふうに言ったらいいかな、地獄、これここではある種の描写、自然の景観と内面との相互浸透って言ったらいいのかな。黄昏の空は薄い微光を含んで、四辺の光景を夢のごとく、曇らしていたと。
でこういう自然とそれから何とも知らず悲しい寂しい心持ちになってというこの心理との間に明らかに相互浸透が生じてるわけですね。でこれは明らかに これ両方が王冠をしている、自由に王冠しているっていうふうに考えていいんだと思うんですね。それから、闘争の場合はもっとより、非常に激烈な形での自分の内部の、このお初というのは自分の妻なのか恋人なのか、その、女性が死ぬかもしれないという恐怖というものに彩られた描写と心理というものの間のかなり激烈なドラスティックなね、ドラマティックな融合というのが描かれている。こういう文体はおそらくこれ以前にはなかったものだろうと。これが一つの到達点である。でこれによって逆に言えば表現したいというものがはっきりとした形で見えてきたっていうことにもなる。ただここでは言うまでもないわけだけれども、まだ一人称の私はっていう主語はないですね。だからまだ私小説ではないわけですね。というところで今日ここまで行こうと。だから、最終的にね、さっきの図ですね、さっきの図ですけれども、図の意味というのはまさにここへ来る、これへ来る、ね、さっきの図の持ってる意味はここへと帰着すると。だからこの時期に生じた和体から文学体への上昇の運動と文学体から和体への下降の運動の交差というのがいかにこの時期において大きな意味を持っていたのかということが、この最後のね、表出論の1の最後のところに至って非常にはっきりと見えてくるということだと思います。ここから実質的な意味で日本の近代文学が始まると言ってもいいのかもしれない。そこでつながってちょっとだけ伺いたいんですが、それはこの今の話はすごくよく分かるんだけれど、ただこれは今我々の日常の文章にかなり近いから分かりやすくて、表現のとそれから内面というのは相互浸透してるっていうのはすごくそうだと思うんだけれど、ただちょっとこだわっちゃうのはさっきの鴎外のね文体ありますよね。で確かにすごく非常に定型的であって、打文調なんだけど、でもそれが内面を、ちゃんと捉えられてるでしょうとも言えますよね。でそれは例えば漢詩っていうのがあって、漢詩もすごくその、定型的でカチッとできてるけれど、それが非常に内面をずっと表現してるってことはいくらでもあるわけであって、それはないでしょう。我々の持ってる和体的な感じではないけど、ちょっと表現として不自由ではないのではありませんか。いや、それは違うんだ。そこが違う。そこが違う。そこが違う。漢詩では、うん、舞姫で描かれているような内面の世界、あるいはね、秋の風流みじんぐらで描かれているような世界、漢詩の定型性では描けない。表現できないわけです。そこのところははっきりね、前提として認識しておく必要が僕はあると思う。内面っていうのが別個にあるんではなくて、表出によって内面っていうのが、そうそう、表出によって内面が作られる、内面っていうのは別個にあってこれを描くかどうかっていうものじゃないんじゃないですか。じゃない、もちろんそうです。だからね、こういうふうに言ったらむしろ分かりやすい。漢詩の表現というのは内面を作るような表現ではないということ。内面を作るという方向に働くような表出の構造っていうのを漢詩の世界は持っていないっていうことだと思う。で万葉集とかなんかは、万葉集なんかも基本的には持ってないっていうことだと思う、というふうに考えていいんだと思う。だからさっきの明星派の近代短歌っていうものをね考えた時に、近代短歌っていうのは正岡子規とともに始まるわけですよね。で正岡子規が近代短歌の表出に表現に関してやろうとしたことは、要するに近代短歌
短歌という定型表現においてもある種の近代的な内面表出というものが可能である。逆に言えばそういう形の短歌っていうものを、つまり内面表出というものに相関的であるような短歌を作るってことは、四季のね短歌改革の大きな願目だったんだと思う、うんうん、それはそう納得できる、分かるんだけれど、うん、じゃあ万葉集とかなんかにあるね、うん、感情表現っていうのは内面表現とは違うと。違います、それは違うと。違うということね、うん、そのあたりはこれはいつか機会が多分あると思うけれども、僕は万葉集の読み方に関してはもう全面的に折口信夫に依拠する読み方をしようと思ってるんで、いかなる形でも個人の内面表現という要素は万葉集にはないという立場で万葉集を読む。かろう、少し出てきてるのは一番最後の大友のやかむちなんかの歌で、ね、少し出てきてるんだけれども、基本的には万葉集には個人の答えのね、答え性のレベルにおけるむしろその内面性っていうか、答え性が、うん、山の絵の蔵とかさ、なんか荒っぽい歌とかブログがあるじゃない。それも個体性ではない。現状のあたりもない。叙情として独立には途切られてないですよね。途切られてないです、うん、そういうことです。だから、その意味では折口的に言えば短歌というのはやっぱりそのある種の共同幻想性というものを背景に置いた、そのあるところで言えば限りなく宗教に近いね、集団表現であるということを前提、これはもう万葉集、危機歌謡から万葉集へ至る世界はまさにそういう、ある種の共同幻想性の水準というものを前提にした集団表現というふうな、儀礼的宗教的よってしか表現が内面的なものって表現できない時期ですか。そうですね、だから歴史的に見ると内面描写っていうのは出てくるのは必ずね自然描写と対応してるわけです。だからさっき言った自然主義初期 の作家として非常に国木田独歩が重要なのは、国木田独歩において自然描写と内面描写っていうのは同時にはっきりとした形で構造化されるから。叙情詩の方がずっと後だ、叙情詩より後だという、そういうことです。叙情の方が取り出すって難しいことなんですよね。基本的に女系だから、女系から、まあ、女神女情っていうふうにいくというふうに考えられていると。なんか吉本さんの例えば「源氏物語」には近代小説の要件が全部備えられてるって言い方するときには、うん、それではなんか吉本さんあんまり内面とかがあるないっていうのは立てた感じない。だから、うん、内面があらかじめあってそれが表現されるっていう言い方では決してなくてね、その表現の構造というものは内面っていうものを作り出すように、あるいは内面を作り出すことに焦点を当てるような表現の構造になってるかどうかっていうことが問題なわけで、現代物語については認証というか作者が介入、うん、別にいて介入してるっていうなんか視点みたいなのをなんか近代小説で読まれてるんですけど、そうそれとは内面とかあんまり関係ないですよね、うん、ただ近代小説においては内面描写っていうのはどうしてもね近代小説が成立する必須の条件としてあるという、そういう問題は、だからそこのところのその制約条件というのが今見たように明治20年代から30年代の日本の近代文学のさまざまな模索の中では非常に大きな条件になってたってことは確認できると。でそれは決して内面が表現されるという意味で言ってるわけじゃない、内面を作り出すような表現のスタイルってものがあるから、仕組みがそこで作り出されてきたってことです。そういうことです。分かった、はい、ということで、はいはい、問題定義ってだけにとどめてっていうことにしたいんですけど、もう先ほどのと第6図210ページと、うん、もう一つの部分、215ページ、先ほど高橋さん生まれたと思うんですけど、215ページで、部分で言いますと、第6条ちょっと後に、5、6、7の引用があって、その後のですね、パラグラフが4つ後です。あるいは次のように言うべきだってところで。うん、これはさっき高橋さん読まれたところなので、一番最後の部分だけ読みます。話題は根源的種と生活であり、
文学体は幻想の取り得るある水準だと、うん、それからさっき読んだったとね、はい、とするとですね、この第6図と今の言名をですね重ねて考えた場合、うん、ということで限定したいんですけど、和体と文学体の違いとの関係で言えば、和体も一定の幻想の取り得るある水準として捉えることができるのではないかと。とすると問題は、和体と文学体との関係の問題は幻想の取り得る水準のいわばある一定の違いの仕方として捉えなきゃいけないんじゃないか、うん、でその理由は、和体というのは根源的意識としての生活と言ってるわけだから、これは意識っていうことを当然想定する以上幻想性を捉えざるを得ないと。とすると和体と文学体の違いっていうのは幻想性の取り得る水準のある一定の仕方として考えなきゃいけない。したがって吉本のここの言い方というのは少し丁寧にその整理した上で、幻想性の水準のいわば一定の際として和体と文学体を捉え返すと、そういうふうにこう考えてくるんじゃないかという問題点です。うん、僕はそれには反対だ、うん、まあ、とりあえずもうそれには反対だというふうに言っておきます。はい、僕はそれは反対だ。そうすると、非常に議論が平板になってしまう。そうではないと、僕はそうではないと思う。まあいいや、はい、それで、次回第2部をずい、しかし結構読みましたね、うん、もう第1巻も後半に入って、毎回勉強しちゃうよ、もう教室しろ、いいんだ。どこまでしますかね。3までいきますか。網走まで入れ墨姿勢、入れ墨姿勢、姿勢、道草、うん、しかしこれ相当大変だな。まあでも3枚いきましょうか。2までにしましょうか、その前にね。ちょっと少し丁寧にやった方がいいかな。じゃあ、2までにしましょうね、次回。多分今のところ25日大丈夫そうなんで、12月ね。ちょっと前、ダメそうな感じだったんだけども、大丈夫そうなんで、今のところ一応やるということにさせてください。で、毎日、あれの時はまたちょっと、事務局を通して皆さんに連絡させて、連絡をお願いすることがあるかもしれないけども、その場合はちょっと、別途の曜日っていうか、別途の日をちょっと、歩行というか、それやりますから、また今のところは25日やるということで、で、第2部の1と2を対象にしたいと思います。ちょっと一つだけ言ってたね、はい、さっきのその対峙と対峙っていうのは、久しぶりに吉村が出てきて、そうですね、うんうん、でこの対峙と対峙っていう言葉を使っているのはですね、言語の本質のところにもありましたよね。本質のところの、うん、その三角形のだんだんあそこの図のところですよね。こういう書き方してるんですね、うん、それとちょっと似た形、ちょっとそのものじゃないんですけど、対位であって対他、対他であって対峙っていう言い方のところで、自己表出を対峙として、うん、対他を知り表出という言葉に置き換えた形で書いてるところがあるんです、うん、ありますよね。それに要するにちょっと類似されて、和体のあれを和体として自己表出で、文学体として知事表出みたいな言い方を絡めて言ってるんじゃないかって気がしないけどね、うん、だから、うん、ちょっとその辺今垂直即答するのはね、うん、難しいからちょっと考えさせてください、ね、とでこれはここのところは非常に重要なところだと思います。第一章の言語の本質の図第3図の前のところですね。ある時代の社会の言語水準はっていうところから始まる段落です。ある時代の社会の言語水準は2つの面から考える。言語は自己表出性において私たちの意識の構造 にある強さを与えながら各時代のと、やっぱり何度でもここに戻ってこないといけないですね。両方がこう吸い上がってきて、うん、なんか両方なんか相乗効果で上がってで、ここで言語の本質にまつわる永続性と時代性、また類としての同一性と個性としての差別性は言語の本質の対峙と対他の側面として現れるというふうに、まあ、吉本さん言ってるわけです。でここのところが一つ非常に
基本的な何度でも立ち返んなきゃいけない。だからあのこの相関関係が累積しながら歴史を形作っていくっていうその構造に基づいて表出論も展開されているっていうことだと。で今の時期その渡り鳥がちょうど同じレベルにこう上と下でこう上がってくると、うん、あった時がそれがその時期がその時期が一つの時代の一つのこうなんていうかな一つの平面を形作ると空間というか、うん、表出空間というか。はい、ありがとうございました。はい、まあ、これはそういう意味で別に直接言語にとってはビットは何かのものではありませんけれども、まあ、お暇なおりに、はい、いいやらない。そうそうそう、書いたものです。本で説明を仕事したね、あの本も作った。そう、本も作ったし、すごい仕事した。だって暇なんだもん。え、だい。だってこの数だったら日本で書くと同じじゃん。いや、それは無理無理。日本で仕事しながら絶対無理です。大学の特に授業をやりながら。ああ、そっかそっか。大学の授業はなかったから。ああ。はいはい。いや、実は松田社長の方からですね、ふうに戻して。ああ。それ、高橋さんにお渡してですね、はい、ぜひ来ていただきたい。